異次元のスキルとフィジカルで多くのファンを虜にしてしまう NBA 界の神童ことルカ・ドンチッチ。今回はそんなドンチッチにまつわる50の面白いエピソードを紹介していきます。ドンチッチは1999年の2月にスロベニアのルビアナで元プロバスケ選手の父親と元スロベニア候補にもなった経験のある美人モデルの母のもとに生まれました。そんなドンチッチは生後の7ヶ月の時点でバスケットボールに触れるようになりバスケを始めましたが、それ以外にも柔道やサッカーなどの多種多様なスポーツもしていたらしい。ドンチッチはサッカーが大好きでしたが、幼少期の頃から身長が伸びていったこともあり、バスケに集中することになったらしいです。ちなみに10歳にして180センチを超えるほど身長があったと本人が語っていました。また8歳の頃にドンチッチはプロのユースチームに所属しており、当時のコーチからはドンチッチお前はあまりにも上手すぎるから、お前は今小学生だけど今後は中学生の試合に出したいと思っていると言われるほど幼少期の頃からその神童っぷりを見せつけていたそうです。しかしさすがに年齢差がありすぎたため試合に出場することは許可されず、結果出場できずに終わったらしい。そんな神童と言われるドンチッチは中学時代にも伝説的な記録を残しており、13歳以下のトーナメントに出場した際には54得点11リバウンド10アシストを記録、見事トリプルダブルを叩き出してしまう。またドンチッチは13歳の頃にスペイン語が全く話せない状況にもかかわらず、スペインの強豪プロチームであるレアルマドリードと5年契約を結ぶというイカれた契約を交わし、最初は U16 でプレーをしていたらしいです。ここら辺が日本と違って海外は自由で気さくっていう感じがしますよね。ちなみにレアルマドリードにはセルヒオ・ロドリゲスなどを筆頭にスペイン代表に選ばれる選手が多く在籍し、ドンチッチは格上の選手たちと共に中学生の時点で一緒にトレーニングをするという貴重な経験を得ていました。この経験が今の天才的なプレーにつながっているのかもしれないですね。そんなドンチッチは2018年の NBA ドラフトで全体3位でアトランタホークスに指名されると、全体5位のトレイヤングとのトレードによりダラスマーベリックスに入団が決まります。ちなみにドンチッチが入団した影響によりドンチッチ以外のスタメンは全員トレードされ、それまでエースを張っていたハリソン・バーンズも試合中にキングスへトレードされるという異例な事態が起こってしまう。またドンチッチは2018-19年シーズンで1年目にもかかわらず平均21得点でとんでもない記録を叩き出し、その後新人王を獲得。2年目にはシーズン平均 28.8 得点 9.4 リバウンド 8.1 アシストとまたしても怪物級の記録を残し、一気に MVP 候補となります。加えて2年目にしてチームをプレーオフへと導き、クリッパーズを相手にしたプレーオフデビュー戦で42得点7リバウンド9アシストというこれまた異次元の記録を残してしまうんです。このプレーにはさすがの世界中のファンも大興奮して話題になる。 NBA オールスターの2019年のファン投票には1年目のルーキーにしてヤニス、レブロンに続き3位の投票数を獲得し、1年目でいきなり NBA のオールスターに出場するという、これもまたとんでもない神童っぷりを見せつける。そんな大活躍のドンチッチですが、クリッパーズとの一戦でドンチッチは試合中にもかかわらずサイドラインにいた女性審判に近づくと急に会話をし始め、何やらナンパを始めてしまうんです。よく見てみると女性は恥ずかしそうに微笑んで横を向く姿が全世界へと放映されており、この映像にファンからは Falling in love with you 君に恋しちゃったよと冗談交じりでドンチッチのことをいじっていました。そんな試合中にナンパをしてしまうドンチッチは普段からユーモアのあふれる性格で多くの人から愛されており、ニックスとの一戦では第4クォーターの残り数秒2点差で負けている場面でフリースローを獲得するとわざとシュートを外します。そのままリバウンドを獲得すると見事ゴールを決め同点に。ここまではとても順調なのですが、ドンチッチのシュートを決めた後の喜び方があまりにも癖がすごすぎると SNS 上で可愛すぎると話題になる。ちなみにこの試合でドンチッチは60得点を記録し、試合後のインタビューで60得点を記録しましたね。その時の感想はどうですかと言われた際に、え ?60 点そんなに取っていたんだと自分でも驚いている様子を見せていました。大活躍を遂げているドンチッチは今年のワールドカップでも日本相手に大暴れしたりとまだまだ成長を続けています。さらにバスケだけではなく恋愛事情もすこぶる順調で、なんと2023年の7月の7日に自身のインスタグラムに10代の頃から付き合っていると噂されていたモデルやインフルエンサーなど多岐にわたって活躍をしているアナマリア・ゴルデスにプロポーズをしている写真を投稿し、2人は婚約を発表。これにはレブロンやボバンなど多くのスター選手から祝福の声が届きます。ドンチッチは顔も整っていて NBA でもスターな選手なので、これだけ美人な奥さんを手に入れてももはや嫉妬すら起こらないですね。
そんな陽キャラなドンチッチですが、 SNS 上には彼女とのイチャイチャ写真がいくつも上がっており、今回はそれをまとめてご紹介。ある日のオフにおしゃれなカフェの前でラブラブのツーショットを撮ったり、白い大きな花を持たせて写真を撮ったり、ドライブ中に急に写真を撮ってみたり、ベッドでのくつろぎ中にインスタのストーリーを撮ってみたり、彼女を入れた複数人でボートに行きオフを楽しんだりしています。それにしてもこのドンチッチの写真若すぎて誰か分かりませんね。ちなみにこの彼女との馴れ初めは分かっていませんが、ドンチッチのナンパがきっかけで付き合えたのかもしれませんね。2020年の NBA ライジングスターの世界選抜 VSUSA の試合では、2クォーター残り数秒の場面でハーフラインからドンチッチがシュートを放つと、ディフェンスをしていたトレイヤングとドンチッチの2人が一緒にシュートを眺めており、そのシュートは見事成功。その時のリアクションがあまりにも可愛すぎると、これまた世界中で話題になる。ある日の練習中にドンチッチが急にボールをキックしてシュートを決めると、それがあまりにも嬉しすぎたのか大声で叫びながらコート上を走り回り、そのまま明後日の方向へ走り去ってしまう。また別の日の練習中にはバスケットボールでリフティングをし始めると、難易度の高い技を披露したり、ヒールリフトを披露したりと、バスケだけではなくサッカーのレベルもかなり高いという、そのドンチッチのハイスペックさを見せつける。そんなハイスペックドンチッチですが、試合前のアップ中、ドンチッチがチームメイトに対して俺がサッカー選手になるべき理由を見せてやるよと発言した後に、チームメイトからパスを肩に当ててゴールを入れようとしますが、ゴールはあさっての方向へ飛んでいってしまいます。これにはファンからも、ドンチッチサッカー選手にならなくてよかったな、これからもお前は NBA を盛り上げてくれと皮肉なのかいじりのあるツッコミなのかは分かりませんが、とにかくファンからはそのようなコメントをされてしまう。ある日の試合中に観客席からドンチッチがコート上に向かってルカーッと叫ぶと、フリースローを打っていたのはまさかのドンチッチ。この動画は SNS で大バズりし、ファンからは一瞬ルカって叫んでいるのがマジでドンチッチかと思った、この人ドンチッチにそっくりすぎだろ、マジでドッペルゲンガーなんじゃないと話題になっていました。マブスの練習場でドンチッチが自分よりはるかに身長の高いチームメイトとゴール下で1対1をしますが、ドンチッチが子供のように扱われ、最終的に豪快なダンクを決められてしまいます。さすがのドンチッチも身長差には勝てなかったらしい。ある日の試合会場でチームメイトが練習をしている際に、ドンチッチがベンチでコントローラーを持ってゲームをしていました。しかしこれはゲームではなく撮影用に使われるドローン。ドンチッチはそのドローンを操縦して大はしゃぎ、最高だぜ、こんなの初めてだぜとでも言っているのでしょうか。そんなお茶目な部分をよく見せるドンチッチですが、神童と言われるほどバスケのスキルやセンスは超一流で、現在ではドンチッチのシグネチャームーブとも言われているステップバックのスリーポイントは NBA に来るまで練習すらしたことがなかったらしいです。そんな状況でも NBA であれだけ対応できるなんて、さすが神童と言ったところでしょうか。ドンチッチは得点力やパスセンス、ドリブルスキルなどどこをとっても一流の選手で、そんな彼のプレーはルカマジックと言われるほどです。今回はそんなドンチッチのスーパープレーをいくつかご紹介。ペイサーズとの一戦ではコーナーで2人のディフェンスに追い詰められたドンチッチが、逆サイドのコーナーの選手がフリーであることを確認するとジャンプをしながらドンピシャの位置にパスを出します。また別のプレーではトップでボールを持ったドンチッチがドリブルでディフェンスを一人ぶち抜くと、もう一人のディフェンスがカバーに来ますが、片手のレッグスルーで相手との距離を離し、その後得意のステップバックからシュートは見事成功。その一連の流れがあまりにも綺麗すぎたため、この映像が SNS 上で大バズりしてしまう。ジャズとの試合ではゴール下で2人のディフェンスに囲まれたドンチッチはディフェンスの背後でパスフェイクをすると、見事相手選手がフェイクで引っかかり、ドンチッチがシュートを決めます。このプレーはディフェンスからするとまるでマジックを見せられているのかという感覚になりそうですね。ピストンズとの一戦ではトップからドリブルを仕掛け、ゴール下まで侵入したドンチッチがシュートフェイクから片手で左コーナーにいた選手にパス。このプレーには実況も思わずアンビリーバブルパスとコメントをしてしまう。そんな NBA で多くの選手を翻弄しているドンチッチが、ある番組の企画で一般人と1対1をするのですが、ドンチッチがトップでシュートフェイクをすると見事ディフェンスが引っかかってしまいます。その後もドリブルフェイクを入れて完全に相手の逆をついてシュートを決めきってしまいます。このプレーに対してファンからは、ドンチッチが一般人と1対1をしたらドンチッチは歩いていても勝てるんだ、なんか動きが軽いなとコメントをされ、ドンチッチがいかにこの映像ですごいかが証明されました。
幾度となく華麗なプレーで観客を魅了するドンチッチですが、試合中に感情が高まりブチ切れてしまうことも多く見られ、レイカーズとの一戦においてドンチッチがフリースローを外した後、チームメイトがギリギリでリバウンドを取れず何かにブチ切れてしまったドンチッチ、その後ユニフォームを手でちぎってしまいます。その後ドンチッチは自分でユニフォームをぶっ壊したのにもかかわらず、なぜか心配そうな顔をしており、その姿がシュールすぎると話題になる。クリッパーズとの試合ではトップでパスを受けたドンチッチがディフェンスに当たりながらステップを踏んだ際にまさかのトラベリングをしてしまいます。その後のディフェンスがドンチッチの持っていたボールを弾くと、またもやドンチッチはブチギレ乱闘になりかけますが、チームメイトや審判に止められてなんとか事なきを得ました。他の試合ではコーナーでディフェンスをしていたドンチッチが相手選手に突き飛ばされカメラマンのところまで飛んでいってしまいます。その後立ち上がったドンチッチがまたもやブチギレ相手選手に詰め寄るほどの過激になり、もはや乱闘寸前。ドンチッチは体格も相当いいので、こんな選手に詰め寄られたらちょっとちびってしまいそうですね。別の試合では試合終了間際にデビン・ブッカーがドンチッチにトラッシュトークを仕掛けると、ドンチッチは不敵な笑みを浮かべながら、次は試合が終わる3秒前じゃなくて最初から煽りに来いよと盛大にトラッシュトークをやり返す。ある日の練習でコーチと1対1をしていたドンチッチはワンドリブルでコーチとの距離を離すと、いきなり3ポイントを炸裂。その後体育館に流れていた音楽に合わせてダンスを踊り出すと、そのまま踊りながらどこかに消えていってしまう。ドンチッチといえば試合中によく転ぶことでも有名で、ジャズとの一戦ではディフェンスに戻ろうとしたドンチッチが急に観客席に突っ込んでいきずっこけてしまう。また別の試合中にはドンチッチは左コーナーで相手選手と接触しながらもしっかりとシュートを決めます。その後相手選手に手を差し伸べられ起き上がろうとしますが、手が滑ってしまったのかそのままもう一度尻餅をついてこけてしまう。その姿が可愛すぎてファンの間で話題になる。そんな試合中にもお茶目な姿を見せるドンチッチですが、2020年に行われたクリッパーズとの試合、ドンチッチがゴール下に向かってドライブインした際にオフェンスチャージングをコールされると、イラついたドンチッチが審判の足元に向かってボールを投げてテクニカルファールを吹かれてしまいます。さらにこの行為が罰金の対象となってしまい、160万円の罰金を食らってしまう。ウォリアーズとの一戦では3クォーター終盤のタイムアウト明けに相手チームのボールから試合が始まりますが、ドンチッチが率いるマブスは自分たちのボールから試合が始まると勘違いしており、誰一人ディフェンスをしておらずドフリーの状態で相手チームに点を決められてしまいます。この一連の流れに対して不満を持ったドンチッチが審判に向かって、お前そんなジャッジしかできないのか、お金でももらっているんだろ、絶対に八百長だなどの不適切なジェスチャーをしてしまい、450万円の罰金を食らってしまう。ドンチッチはこれまでに16回ものテクニカルファールを受けており、合計で5万3000ドルもの罰金を食らっています。日本円に換算すると800万円近くもあるので相当な額になってしまいます。ですが NBA のスターであるドンチッチはこんな額痛くも痒くもないのでしょう。そんなやんちゃな一面もあるドンチッチですが、子供に対して優しい一面を見せることも多くあります。ウォーリアーズとの一戦ではドンチッチがレイアップに行きますが、ディフェンスにブロックをされ、その後観客席まで飛び込みそこにいた子供と衝突。ぶつかってしまったドンチッチは子供に向かって大丈夫？と声をかけていました。ちなみにこの時ドンチッチのチームは1点差でギリギリで勝っている場面でしたが、相手チームにボールを奪われ速攻を仕掛けられて逆転されてしまいます。しかしドンチッチはそんな試合の流れよりも男の子に対して気をかけ、逆転される瞬間でも男の子の頭を撫でているという優しすぎる一面を見せている。ある日の試合終了後に少年からルカーと名前を呼ばれると、ドンチッチはその少年に近づき、少年が持っていたユニフォームにサイン入りでプレゼント。さらにその後一緒に写真を撮ったりとファンサービスも一流すぎると、これまた SNS 上で話題になる。試合前のアップ中にドンチッチとボパンの2人が身長の低いチームメイトに対して詰め寄っている姿が公開され、ただのいじめにしか見えないと話題になる。確かにこれだけ高身長の2人に詰め寄られたら本当に怖いですね。またドンチッチはチームメイトのボバンと非常に仲が良く、二人がイチャイチャしているシーンがよく見られています。試合前のアップ中にドンチッチがフリースローの練習をしていると、後ろから近づいてきたボバンがドンチッチと腕を組みながら二人でダンスを踊り出したり、試合中のベンチでドンチッチとボバンの2人が横並びに座って応援している際にドンチッチが急にボバンにちょっかいをかけると、ボバンもドンチッチにやり返したりとイチャイチャしている様子がカメラに映し出されてしまう。またある日の番組に2人で出演した際に空中にミッキーマウスの絵を描いているのですが、ボバンのミッキーが下手すぎてドンチッチが NO と発言。その後2人で納得がいくまでミッキーの絵を描き続けていました。
ドンチッチはコーチと共に練習をしていた際に背面ダンクを披露しますが、その後リングにぶら下がってゴールから頭を出したり、そのようなおちゃらけた姿を見せます。その後コーチも呆れたのか、ドンチッチをほったらかしてどこかに行ってしまう。そんなドンチッチですが、試合中にミスすることももちろんあります。キングスとの一戦において左サイドでパスを受けたドンチッチはドリブルでディフェンスを抜き去るとキングにボールをぶつけてしまうという謎めいたミスをしでかしてしまう。ロケッツとの試合ではウィングでボールを仕掛け逆サイドの選手にパスをしようとしますが、ドンチッチはボールが滑ってしまったのか、とんでもない方向にボールが暴走、観客席の奥まで吹っ飛んでいってしまう。レイカーズとの一戦でドンチッチがサイドラインからボールを出そうとした際に、突然後ろからドンチッチの母国語であるスロベニア語で話しかけられ、アメリカでスロベニア語を話すやつなんているかと思い振り返ってみると、そこにはコービーが座っていました。ちなみにその試合後のインタビューでコービーからはなんて話しかけられたんですかと聞かれた際には、ここでは言えないよと笑いながら話していました。どれだけディープな話をしていたのか少し気になりますよね。ちなみにドンチッチはスロベニア語、セルビア語、英語、スペイン語の合計で4カ国を話すことができるらしく、バスケやスポーツだけではなく勉強もできるというハイスペックさを改めて見せつける。キャブスとの一戦、ベンチで試合を観戦していたドンチッチは4クォーターの残り10秒2点差でチームが勝っている際に、試合に出ていたチームメイトが相手のオフェンスを阻止することに成功すると、ベンチにいた選手たちも大興奮していました。そんな中ドンチッチは上を見ながら大きく口を開けて喜びを表現していましたが、その様子があまりにも奇妙すぎると話題になる。ということで今回はドンチッチにまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。この動画が面白いと思った方は動画作りの励みになりますので、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。それでは。